こんばんは。髪の毛が。髪の毛が絡まりすぎて よいしょ。やっほー。こんばんは。静電気やばい。髪の毛の静電気。こんにちは。そう、今カメリアタイムなんだけど、すいません、ごめんなさい。今日は朝からちょっと、まあ日曜日にしてはちょっと早起きをして、なあ、昨日はなんだっけ、第2ラウンド CM 選抜6位ありがとうございましたそう、接戦の中6位取れたの本当に嬉しくて、
総合第1と第2を合わせたラウンド、ん？合わせた票数では4位なので、今のところ引き続き皆さん3、4ラウンドもよろしくお願いします。第1ラウンドも第2ラウンドもさ、こうなんていうの、うん、なんていうの、周りが周りにメンバーがいる中での発表っていうか、なんていうの、一人の時間の時の発表とかじゃなくて、こうメンバーと一緒の時に発表だったから、そうそう嬉しかったです。第6位で、累計というか総合ランキングでは今のところ4位なので、その位置をキープできたらなと思います。明日は久しぶりのココテンですね久しぶりすぎる久しぶりのココテンですが、なんかリップ塗りたいけど、歯についたやばい、セーフ。明日やったよりもう大好きやもん明日ね、久しぶりの家庭だから、みんなよろしくお願いします。今日りなちゃんの生誕 DMM で見る最後の日だったから見ただって。私はね、クリナさんの生誕祭の DMM はいつでも見れます。マネージャーさんがね送ってきてくれるんですよ、あの練習っていうか復習用に URL 送ってきてくれるから見れるんです。今日はね、日曜日にしたらちょっとそう早起きをして、朝から映画を見てきました。見たかった映画を見たんだけど、なんか内容は全然分かったんやけど、なんかね、結末がこう続きがめっちゃ見たい感じでした。めっちゃ続きが気になる系の映画でした。もうね、フォーカスメンバーに会えれたら嬉しいなと思います。そう。
うたこねんこありがとう。今日はね、今日はちょっとお出かけしてきて、レッスン着を買ってもらったんですよ。レッスン着を買ってもらっ、欲しいさ、レッスンの着のズボンがあったんだけどさ、あのなんだっけ、アディダスの欲しいレッスン着のズボンあったんだけど、好きな色がなくて、なんか紺色しかなくて、黒が良かったんやけど紺色しかなかったから、やべ、どうなんで、結局買いませんでした。あとさっきのリップどこやったっけ。あれ、黒が良かったんだけど好みの色がなくて、紺色しかなかったのか、なので諦めて黒のセットアップを買いました、レッスン着。遊ぼうリンゴリサキの遊ぼうリンゴね、強いよね、あれ。遊ぼうリンゴ、私は次そういう書く、あのラビリンスの撮影の時に書く機会があったら、あの選ばれるように本気で書いてみようと思います本気で書いてみる。今日で目撃者公演初日から、え、やばすぎ、1周年。あ、びっくりした、そういうことね、なんかね、遅い、早いと思ったんよ。あ、目撃者公演が始まって、あ、そういうこと、私のさ、私の初日かと思った私の初日の目撃者公演から1年かと思って、なんか早いなと思ったら、やっぱり目撃者公演の初日か。明日はずっとペだけ見るって、久しぶりすぎて嬉しい、ここペだけ見ててね、私も久しぶりだから緊張かもしれない。髪の毛何にしようかな明日。でもね、ここ店でまだポニーテールしたことないんよ。これどうやってやんの、ね、どんなレッスン着、あと見せるようなレッスン着じゃなくて、なんかあの無地のセットアップ、黒の見せるようなレッスン着じゃないんやけど。映画はサイレントラブを見たんですよ。でもなんかめっちゃ続きが気になる感じでした。なんかさ、
このタイプのアイライナー難しいね。初めて買ったけど。遊ぼうリンゴとは遊びたくない確かに確かにね。そう、ポニーテールってさ、周りに当たらないように気をつけないと。じゃあ結構ポニーテールの強烈さ、強さ結構すごいからさ、結構強烈な強さだから結構気をつけないと痛い痛いんよね。金曜ロードショー見てない。5月までコンサートある。そう、めっちゃリハがたくさんかも。今回のそう生写真、制服は現役なので、現役の JC2 なので、ぜひ皆さんゲットしてください。ハーフツインしてます。バレンティヌの前に、最後バレンティヌでツインテールして終わったので、ハーフツイン。なんで自己メイクしてるの見たいやつぜひ見てみてください。もうね、朝ちょっと早い映画っていうのもあって全然人いなくて、本当に私と妹とおばあちゃんで行ったんだけど、その3人合わせて10人くらい、10人もいなかったくらいで、本当に最初のなんていうの、もう映画始まる時間、なんかさ、映画ってさ、こう何時から始まるっていうのあるけどさ、なんかその映画が始まるのってもうめっちゃ遅いじゃないですか。なんかその時間通りにあんま始まらないじゃないですか。だからこうもう最初の時間はもう3、私とおばあちゃんで妹しかいなくて、本当にもしかして貸し切りと思ったけど、ちょっとずつお客さん見る人が増えだして、まあでも10人いかないくらいでした。うるさい。映画館の座席の好みは、なんかできるだけ前の人と被りたくないので難しいけど、なんだろう、なんか私がよく行く映画館の座席の仕組みは、こう前ブロックがここに、ここさスクリーンとするじゃん、ここスクリーンとしたら前ブロックがここにあって、ここに通路があって、ここがもう残り全部座席で、通路があって前ブロックあってスクリーンなんだけど、この後ろのこの大きいブロックと前ブロックの間の通路の一番ここ、あの大きいブロックの最前が前がいないから、通路でだから、でこう前も広くて足を伸ばせるのでそこが好きです。見やすい、でもちょっと近いけど、そこがいいかな。コップのツイートル写真、毎回オタクの心を掴んでる。本当？それは良かったです。ふふ。いつも学校できてますから。やばい、充電しようと思ってしてなかった。
の間にラジオできる。はい、いつも来てるので、学校で制服着てるから。今回の名前じゃなくてセラ服だっけ、私の学校もセラだから。あんな制服おしゃれじゃないけどね。まみだ。オフの日はポニーテールやツインテールしない。いつもボサボサです。いつも下ら辺でこうやって結んでボサボサ。そう、めっちゃ貸し切りみたいな感じでした。映画泣かなかった。そう、映画のさ予告がめっちゃ流れるからさ、その時間通りになかなか始まらないじゃん。10分後くらいじゃん始まるのって。そうだから、まあ、ちょっと遅れても全然間に合う。ポップコーン食べる派。はい、今日もキャラメルポップコーン食べました。お、今日映画見に行ったって。自分の学校はブレザーが今多いやんね。なんか中学校の制服って、でもねセーラー団なんです、私の学校。そんで次1年生で入ってくる子から制服が変わるんですよ。なのでもう可愛いの、めっちゃ次入ってくる子の制服だから羨ましくて。私の学校、間違えた、私の学年とその1個下の今1年生の子の制服よりも全然可愛い作りで、そう羨ましい。でも次入ってくる子はブレザーなんですよ。だからセーラーなのは私の今の学年と1個下の1年生の子たちだけ。そう、制服がね結構なんか頻繁に変わるんだよ。なんか前も私の2個上、私が去年の時に3年生だった学年の人たちは夏の制服が違ったりしました。夏の制服が変わったから。でもその3年生の夏の制服の方がめっちゃ可愛かった。見た目がね、なんか私が1年生の時に3年生だった人、3年生の夏の制服が可愛かった。私が1年生の時に2年生だった学年は私たちと同じ制服でした、夏も。そうだから3年生がちょっと羨ましかった。なんかね、洗濯しやすい重視になっちゃって、そう変わっちゃったんよ。制服はそう、セーラーです。セーラー服そこにあるけど。セーラー服間違ってカメラを逆にしちゃったら映るかもしれないところにいる、気をつけないと。全然可愛くないです、制服。本当にね、私の今の制服本当に可愛くない。夏も可愛いくない、夏も。そう、夏はもうね洗濯しやすい、本当にめっちゃ簡単なやつで。本当になんか結構質素な制服です。ちょっと質素な、だからさなんか可愛いさ中学校の制服とか見るとさ
いいなーって思います。前髪切りすぎないね。え、待って、今日前髪切ろっかな。もうでも長すぎてさ、見て、やばくない？切らないと。即タッチ使いません。公演の時は使います。公演の時のあのパジャドラとかは即タッチ結構使う。セーラー服とブレザーどっちが好き？でもセーラー服のが可愛くない？私の学校の制服は可愛くないけど、セーラー服のが可愛くないですか？なんか可愛いところは可愛くない？セーラー服の方が。キャラメルポップコーンが好き。イモッペが、そう、中学校の時はもうあの新しい制服です。色も可愛いよ、新しい方が。なんか制服の種類が3種類くらいあって、なんかどの形が好きですかみたいなアンケートがあって、一番票が多かったのに決まったんですよ。そう、学校の制服、ま、学校の制服着てるコップみたい。めっちゃ普通です。ここで髪結んで制服着てるだけ。でも普段はあの上着を着てるので、あんま制服は見えん。スカートだけ見えるって感じ。なんか私のさ、学校にさ来てさ、私を見つけようとなったら多分わからないと思う。なんかめっちゃ、なんていうの、なんかボサーっとしすぎてわからなさそう。なんかね、周りのこと同じすぎて。なんか、なんかわからないと思う。見つけれなさそう。なんか、なんかね、そう、なんかさ、そう、制服のさ色をさ自分で決めれたりとかさ、組み合わせでさ自由な学校とかあるやん。あれのいいよね。私の制服めっちゃ可愛い。いいなー。まあ、着やすいんよね、今のなんか夏の制服は。洗濯しやすくて、まあ、着やすいけど、まあ、全然可愛くはない。可愛くはないです。ジャージもあの体操服もめっちゃダサい。もう体操服とか本当にもう見せれないです、ダサすぎて。もうね、全然もう何もね、あのダサい。結構芋というか、もなんかもうおーみたいな。もうね、なんていうの、シンプル、めっちゃシンプル。なんか全然アレンジない、普通の、なんか普通、めっちゃ普通って感じ。学校の中ではおとなしいというより、なんかみんなと、みんな、なんか、なんていうの、普通すぎて。
でもなんか制服の下に寒くてこう自分の私服を着てその上から制服着てる子がいるんですよ。そしたらなんかセーラーだからこうここがねちょっと空いてるんですよ。ここがまあその空いてないけどちょっと空いてるくらいでこう鎖骨がちょっと見えるくらいで、なんかこっからみんな私服のこの首のところがこうみんなはみ出てるのあるあるです。私はいつもヒートテックがはみ出てるけど、みんなねなんかピンクのトレーナーとか赤い T シャツとかなんかもうみんな飛び出てるここ。でもなんかそこはなんかあんまり高速で何も言われてないからいいのかなって思うけど、私はいつもヒートテックが飛び抜いてます。そう、学校に出てその後自宅着になったりする。うん、まあ動きやすいっちゃ動きやすいからね、ジャージってレッスン着になるかもしれない。朝配信のココペは学校のココペに近い。そうね、そのまんま行ってるからあれですね多分。なんか3種類くらい色があって体操服もなんかそれは学年で変わるんだけど、こう後ろの文字が赤青緑、うん、で例えば私が今赤なんだけど、今の中2が赤で中1が緑で中3が青としたら、なんか中3が卒業したら次は1年生が次入ってくる1年生が青になってっていうのでどんどん上がっていて、私たちがまた卒業したら私たち赤だったから次入ってくる1年が赤になってっていうのでどんどんこうなんか卒業生の色が次の新1年生の色になっていくみたいな仕組みです。スカート折ってないだからめっちゃ長いです。めっちゃ長い、だってもうふくらはぎとかはこんくらいしか見えてないかも。結構もう足首までいかんけど、ふくらはぎの半分くらいまではもう制服で隠れてますね。結構膝ギリギリの子とかもいるんですけど、そこまでスカートの短さにこだわりはないのでいつも長いです。そう、学年で分かるように色分けされてて、学年でだから体操服がなこうなんていうの、忘れて兄弟に狩りに行くとかしても色が違うからバレるんですよ。同じ苗こう体操服に苗字書かれてるんだけど苗字同じでも色が違うからバレる。そう、双子とかならいいけどね。そう、ほんとそういう時にさ双子っていいよね、うんって思う。いつも狩り合いこしてる双子いるけどいいなって思います。自分の名前違う、刺繍されてる、立花って書かれてます。立花、制服にもポケットに立花防寒着、上から着る上着も立花って書かれてる。私の担当の理科の先生の真似は、じゃあカッコ1番立花さんお願いします。本当にこれね似てると思う、自分でも理科の先生の声真似。はい、カッコ1番立花さんお願いします、そのままですよって本当に似てると思うんだけど、そのままですよ
間違って大丈夫です。本当に似てるね、みんなわかんないでしょ、似てるって言ってもさ、本家を知らないから。ほんとほんと、まあ、ほんとにこれは友達にもめっちゃ似てるって言われるけど、理科の女の先生なんだけど。はい、立花さんお願いします。間違っていいです、やってみましょう。違うよねこれ。なんか名言あるっけ。松一丁杉祖鉄とか松一丁杉祖鉄、結構あの名言ずっと言ってた一連の頃。なんか裸子植物はこの4つが出てくるよみたいな授業した時にもうずっと言ってた。松一丁杉祖鉄、松どうなんだっけ、松一丁杉祖鉄。立花さん言ってみましょう。すぐ立花さんです。立花さんいきます。わかりません。いや、そのままですよ。私のいつもの先生との会話は、じゃあカッコ2番立花さんお願いします、私がわかりませんって言うんですよ。わかりません、いや、そのままですよ、言ってみましょう、間違っていいです。で、まあ、友達からこういっぱいヒントを得てなんとかって言ったら合ってますね。じゃあ次、後ろ何々さん行きましょうっていう流れです、いつも。松一丁杉祖鉄はめっちゃ言われてたな。一旦もう分からないから分かりませんって言うんですよ。すいません分かりません、立花さんお願いします、わかりません、そのままですよ、わからなくていいです、言ってみましょうって言って、友達がめっちゃ教えてくれるんですよ。これってさ、本当の声をさ知らないからさ、モノマネしたいんだけどね、わかんないよね。松一丁杉祖鉄はあのよく出てくる裸子植物。裸子植物は種子が脂肪に包まれていない、むき出しになっている植物。なんかその植物系の中1の理科の一番最初のテストがその植物系の問題だったんだけど、もうめっちゃ点数良かった、97とか。顕微鏡の剣を漢字で書けなくてマイナス2点落として、あとの1点はなんだっけ、文章問題の漢字が違ったとかだった気がするけどね、それがすごくめっちゃすごい記録でした。中1の一番最初のテストがその結構得意な植物の問題がたくさんで、あとはまあ小6の時の問題、復習問題たくさんだったから結構と解けてました。顕微鏡の剣が全然分からんかった。微鏡は合ってたんだから、あの三角はダメですかってお願いした記憶がある、先生に。三角ダメですかって。はい、ではちょっとランキングを読みたいと思います。
13位から読みます。13位ホタテさんありがとうございます。12位ウッチーさんありがとうございます。11位マイノ君ありがとうございます。チームハマロさんありがとうございます。9位タノサカナさんありがとうございます。8位バウッチさんありがとうございます。7位ジージリーモンさんありがとうございます。6位アオイちゃんありがとうございます。5位ノリペさんありがとうございます。4位マイ、間違えた、4位カードの人さんありがとうございます。3位カトベカありがとうございます。2位ムジェジュニアさんありがとうございます。1位ヤスさんありがとうございました。では、カメリアタイム、皆さん今日も頑張ってくれてありがとうございました。改めて第2ラウンド6位ありがとうございました。引き続き折り返し地点なので3、4ラウンドもご協力よろしくお願いします。はい、で明日は久しぶりのココ天なので来られる方はお願いします。はい、ではまたね、また明日。明日は夜配信ですね。うん、夜配信かな。じゃあ明日昼公演なので多分夜できると思う。ではバイバーイ、ありがとうございました。